はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はマスクラ貫突ユーナ全力接待したら何十億出せるのか検証していきたいと思います。実はこれマスクラ投入してから超気になってた。全力接待したらユーナはいくつ出せるか皆さん予想しながら見ていただければと思います。まずはユーナの装備ご紹介していきましょう。今回ユーナの装備は精神が9847、精神倍率 LB 召喚がマックスで、武具倍率が350の幻獣が260といった装備構成とアビリティ構成となってます。ビジョンカードは異界送りとなってます。全力接待だからどんくらい出せるかな、まずは立ち回りからご紹介していこう。フィーナ LB、 ライトニングは ATB チャージ、そしてブラスカは滝とに戦う、レーゲンも LB、 ユーナは一旦やることがないので防御していきましょう。まあ幻獣の、ゲージをとにかく高めていきたいと思います。で、そしたら敵の攻撃は無効化で、フィーナ使ってまずはバファムートを召喚していきましょう。ユーナ LB を使って召喚の LB の威力加算を入れていきたいと思います。でリロード ATB チャージで、ブラスカは祈り子の風を使って、召喚の LB の威力加算をさらに重ね掛けしていきたいと思います。ミックス防御のレーゲンは適当にデバフ入れておこうか。まあ別に意味はない、ライトが精神デバフの90入れるからレーゲンは別に意味ないんだけど、ちょっとやっていきましょう。で、そしたら敵の攻撃は無効化で、ライトがここで精神の90デバフを入れる。ニックスは BS して光のデバフのエリア展開をしていきましょう。で、そしたら、ブラスカ、ハリマンボンを使っていく。ユーナ BS をしていつも通り召喚の準備をしていきたいと思います。トリプル使って杖のデバフ、 LB ゲージの回復、祈り子の祝福やっていきたいと思います。トントンで、トントンでしょ。レーゲンとフィーナはやることがないので防御していきたいと思います。 OK かな。でこれで光のデバフエリア、威力アップエリアともに展開ができました。でラストフィーナのスーパー LB を使ってステータスの 400LB300 の光の威力アップの45をやっていきます。レーゲンスーパー LB を使って光の 145% のデバフを入れていきましょう。でユーナ LB で、今は精神の90、光の220、そして杖の 30% のデバフが入っている。あとの子たちは全員青の波動でチェーンをつないでいきたいと思います。ちなみにユーナの精神の値は 12,555 となってます。めちゃくちゃ高いね。いやどんくらい出るかなって言っても、いやでもやっぱ召喚でしょ、全力接待とはいえ30、いや40かな。40出たらめちゃくちゃ出た方だと思うんだけど、じゃあ早速やっていきましょう。ぐるぐる回り出したらチェーンを組んでいく。いやー40出ててほしい。いやーなんか待って、左側の一番数字2っぽくなかった今。いやー30もいかねえのか。さあじゃあダメージ見ていきたいと思います。ユーナが出せる火力は23億という形になりました。こんなもんか。最低30はいってほしかったけど、いやこんなもん、なんかバルフレアの火力に慣れてるとめちゃくちゃ低く感じるけど、召喚だったら出してる方なのかな。ということでユーナの出せる最高火力は23億という結果になりました。皆さんもぜひユーナで遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。